コールマンスコップの街の標識コールマンスコップの見捨てられた家廃をドイツ南西アフリカのための切手はケシーンコールマンスクップ1912コールマンスコップはナミビアの南方にあるゴーストタウンである港町リューデリッツからに3トル内陸部にあり元は小さな炭鉱町であった今は合弁会社ナムデブが運営する観光ツアーの人気の 目的地になっている。ここは1908年、この地域でダイヤモンドが発見されてから発展し、ナミビア砂漠の過酷な環境の中で働く、労働者たちにとって、格好のオアシスとなっていた。1918年まで、ドイツ領南西アフリカの一部であったことから、村はドイツ風の外見を持ち、病院、ダンスホール、発電所、学校、ボーリング場、劇場、 体育館、カジノ、製氷工場、そして南西アフリカでは最初の物性研究所もあった。リューデリッツへの鉄道路線もあった。この町は第二次世界大戦後ダイヤモンドの価格が暴落し、衰退し始める。工業はオランジムンドに移っていった。町は1956年には捨てられたが、その後一部復旧した。観光客が今、 砂の中に半ば埋まってしまった家々の間を歩き回ることができるのも砂漠の地質学的な特性によるものである。2000年の映画キング・イズ・アライブはコールマン・スコップを主たる撮影地として撮影された。ありがとうございます。